藤原の定家は1162年に藤原北家の巫女左家と言われる和歌を得意とした家系に生まれました。定家の父藤原の春贅は後鳥羽上皇、職地内親王、藤原の家高などの歌の師でした。勅撰和歌集の第7番目にあたる仙台和歌集の撰者としても知られています。歌論書古来風体抄を書き、作家の理想として幽玄の美を説いています。春贅の和歌は格調高く深みのある余剰美を特徴としています。これが定家にも受け継がれ大成します。和歌における幽玄の美学、これは沈黙の美学とも言われ、あえて見ない語らないという美意識が生まれました。見せないことで心を動かさせるのです。能や茶道などの芸能にも通じる余韻の美、余白の美とも呼ばれています。定家が歌人として出発したのは治承2年1178年頃と考えられています。鴨分雷神社の歌合わせに出演したのが最初です。翌年には昇殿が認められます。やがて治承、寿永の内乱、源平の騒乱の時代となりますが、定家は日記に好奇、清純、我がことにあらずと書いています。好奇は朝廷の旗のこと、清純は外敵を制圧すること、戦争など所詮野蛮なことで、そのようなことに惑わされず、歌人として朝廷に仕える者として自分のなすべきことをしようという決意が感じられます。そんな定家でしたが、1185年新嘗祭の最中に源正行に嘲笑されたため、子息で顔を殴打するという事件を起こしてしまいます。これにより除籍処分となりますが、後白河法皇に許されます。場をわきまえず若気の至りといったところでしょうか。文治2年1186年、摂関家の九条兼実の庇護を受け、九条家の家の司として出仕します。家の司は家の庶務を行う職員です。文治4年1188年、父藤原の春贅が仙台和歌集を編纂し始めると、藤原の定家もその助手を務めます。また西行らとも親交を深め、彼の歌人としての人生は順風満帆のようでした。しかし建久7年1196年、源道親のクーデターにより関白九条兼実が追放されてしまいます。これにより後ろ盾を失った定家は政権の要職に就く道が閉ざされてしまいました。正治2年1200年、くすぶっていた定家でしたが、後鳥羽院の院書度百首に栄進したところ、和歌が後鳥羽院の目に留まり、気に入られるようになります。以降後鳥羽院の歌会に参加するようになります。定家の歌は万葉集を尊重する保守派の六条家派の歌人たちからは、真偽秘書だるま歌、新しがり屋でよりどころのない難解な歌と揶揄されていました。ニューウェーブ、巫女左家の中でも定家はさらに先鋭的で斬新な歌を作っていました。それが同じく新しい感性を持つ18歳年下の若き帝王後鳥羽院の目に触れたのです。見渡せば花も紅葉もなかりけり、浦の苫屋の秋の夕暮れ。見渡してみると春の美しい花も秋の紅葉もここにはない。海辺の苫吹の粗末な漁師小屋のあたりの秋の夕暮れの美しさよ。花や紅葉という言葉をあえて使うことで、読者に華やかなイメージを植え付け、浦の苫屋の秋の夕暮れという言葉から寂しさをより一層強く感じさせます。伝統的な色彩美を消し去り、静かさや寂しさの中に感じる趣が詫び、錆と結びついて称賛されました。あえてないということで、それを想像させる和歌の作りとなっています。見渡せば
山本霞む水瀬川、夕べは秋と何思いけん。見渡してみると山のふもとが霞んで、そこを水瀬川が流れている。夕べの趣は秋に限るとどうして思い込んでいたのだろう。こんなに素晴らしい春の夕べがあるというのも知らないで。夕べは秋という表現は、枕草子の春は明けぼの、秋は夕暮れを踏まえたもので、当時の知識人に共通する季節の理解でした。それに異を唱え、時代の先端を行く斬新な和歌でした。また、帝王が遥か遠くを眺める姿には、万葉集に歌われた帝王の国見のイメージが重なり、悠々とした大きさを感じ取ることができます。そのような感性を持つ後鳥羽院と定家は意気投合します。後鳥羽院は、建仁元年1201年、定家を含む5人に8番目となる勅撰和歌集、新古今和歌集の編纂を命じます。後鳥羽院は、安徳天皇とともに三種の神器が消えたために、三種の神器を持たずに即位した天皇です。そのため、伝統を重んじる宮中にあって、自身の正当性や権威を高めるために必死でした。上皇として鎌倉幕府に対抗するとともに、朝廷の威信回復を図るため、後鳥羽院は、自らも作家活動の中心に立ち、宮廷和歌の隆盛に熱情を注ぎました。歌は古来より為政者が世を治める手段として用いられる言葉でした。歌の力を最大限に利用して政治活動の復権を望んだのです。編纂を開始した藤原の定家でしたが、和歌の好みをめぐり、後鳥羽院と対立するようになります。4年の編纂作業を経て、新古今和歌集は元久2年、1205年に完成しますが、その後も後鳥羽院との歌をめぐる対立は続いていきます。後鳥羽院との対立を深める要因に、鎌倉幕府三代将軍源実朝とのこともありました。実朝は京の文化に憧れ、早くから作家に親しみ、家臣を通じて定家の指導を受けていました。定家の歌論書、近代秋歌は実朝に進呈されたものです。実朝は万葉調の和歌をよくし、その作品は死後、近海和歌集にまとめられました。彼は将軍ではありましたが、実権は執権の北条氏が握っていました。官位だけは右大臣まで進みましたが、名ばかりの将軍で中国の宋へ渡ろうと試みたりもしました。実朝はついに鶴岡八幡宮で甥の公暁に暗殺され、28歳で亡くなりました。後鳥羽院は実朝に官位を授けることで、彼を利用して幕府のコントロールを狙っていたようですが、結局うまくいきませんでした。その中で新幕派で鎌倉武士たちに和歌の指導をしていた定家は、後鳥羽院に疎まれるようになっていきます。世の中は常にもがもな、渚こぐ。天のお舟の綱で悲しも。世の中の様子がこんな風にいつまでも変わらずにあってほしいものだ。波打ち際を漕いでゆく漁師の小舟が、へさきにくくった綱で陸から引かれている、ごく普通の情景が切なく愛おしい。実朝が残した歌です。北条氏の謀略が続く不安定な政局の中にあって、常に心の平安を望んでいたことが伺えます。正岡子規は、評論、歌読みにあたうる書の中で、柿の本の人麻呂以来、最高の歌人は源実朝だと絶賛していますが、天性の歌人でした。政治家としては不遇でしたが、文化人としての業績は目を見張るものがありました。実朝の死後、四代将軍を後鳥羽上皇の息子とする話が一旦は決まりますが、上皇がこれを拒否してしまいました。そのため、代わりに源氏の血を受け継ぐ摂関家から、まだ2歳の藤原の頼経が迎えられることとなります。そして、後鳥羽上皇と幕府の亀裂は決定的となっていきます。道の辺の野原の柳下燃えぬ、哀れ嘆きの煙比べに。上久2年、
1220年2月、順徳天皇の禁裏、天皇が住んでいる場所で歌会が開かれます。そこで定家が歌ったのがこの歌です。この歌が大問題となります。歌の意味は、道のほとりの野原の柳の下で、草が芽吹き、私の思いもくすぶって、嘆きの煙を比べ合っているようだというものです。下萌えは、地中から草の芽が燃え出る下萌えと、人知れず思うことを意味する下萌えをかけています。また、のべ、萌え、けぶりは、荼毘の縁語です。この歌は、後鳥羽上皇の激しい歓喜に触れ、定家はこの後長い間、閉門を命じられることになります。後鳥羽上皇の怒りの原因は何だったのでしょう。諸説あります。不吉な言葉を使ったこのような歌は、忌避すべき歌で、宮中においてはタブーであったこと、定家が昇進に関して不満を持っていたことなどがその理由として挙げられています。ちょうどこの日は母親の恩期にあたっていたため、母を思っての歌とも取れますが、将軍源実朝の死を悼んでの歌とも取れるのではないでしょうか。だとすると、幕府を毛嫌いしていた上皇には許せないことだったと思います。また、野原に広がる草は、柳の凪と相まって、草薙、すなわち草薙の剣を思い出させる言葉となっています。煙も伸びと深く関わっており、草薙の剣を持たずに天皇に即位した経緯があり、そのため剣に執着していた上皇には一番の泣きどころでした。定家がなぜこのような後鳥羽上皇への当てつけとも取れる和歌を詠んだのか、今となっては真意不明ですが、結果として上皇の激怒を被ることとなりました。次回は承久の乱の勃発、藤原定家の後半戦についてお話しします。